ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。あ、うん、アクリル時計カブトムシポーズです。ピカーとエルソングのエルです。エルです。はい、今日はですね、題名にもありますけれども、はい、プレゼント企画をね、はい、やります。はい、お久しぶりに。お久しぶりですね、皆様。お久しぶりです。あ、お久しぶり。あ、お久しぶりです。はい、でね、まあ、プレゼント企画なんですけど、今回はね、ちょっと3名様に、はい、3名ですよ、プレゼントしやす。3名様にでね、今回のプレゼントのこんにちはですね、オオクワガタになります。で、はい、オオクワガタのオス単品ですね。オス1頭だけです。はい、え、1頭だけです。オス1頭だけを3名様に。3名様に。はい、そういうことね。うん、じゃあ1匹ずつ見ていきましょう。はい、見えるかな、まず1匹かね。この子です。まあ、サイズはね、小さいんですけど、大型の血筋を持ってますね。うん、ちょっとね、管理不足で禁止瓶1本羽化させちゃった子ですね。いや、形はかっこいい。うん、一応ね、乗せ YG 血統になります。かっこいいですね。かっこいい、うん、形もいい、完品ですね。うん、おうおうおう。これは痛くないの？オオクワガタは痛くないね。痛くない、うん、外国産が結構痛いんだよね。うん、で、次はこの子。これも乗せ YG 血統ですね。全部 YG 血統になります、一応。かっこいい感じで、これちょっと顎も長いかな。まあ、個人的に好きな形ですね、この子は。これもいい形ね。うん、うん、綺麗綺麗。ザ・ジャパニーズ・スタックビートルって感じ。合ってる。うん、合ってる。かっこいい。はい、なんですね。で、もう一頭もオオクワガタ乗せ YG、 全部一本羽化、しかも800の禁止ボトル1本浮かさせてしまった。申し訳ない感じのね、子たちですね。でも兄弟はね、最大で83ミリぐらいですかね。最大そのぐらいのが浮かしてます。で、こちらの、まあ、この子たちの兄弟で、まあ、お友達とかに譲ったやつはね、85とかなんか浮かしてるみたいですね。うん、うん、なので血筋はいいと思います。すごい、はい、大型血統ですね。大型血統、はい。で、一応乗せ YG なんで、乗せさんなんですよ。乗せさんなので、血の入れ替えとかでもね、使えると思います。はい、以上のね、3頭を、はい、3名様にプレゼントいたします。イエーイ。はい、いつもお世話になっております。でね、なんだ、まあ、応募方法とか、あと、なんていうんですかね、応募条件とか、その他いろいろに関しましては、こちらの動画から見てください。じゃあ、出てます。こちらの動画から。はい。お願いします。はい。自分のコメントできないので、こちらから。こちらからお願いします。はい。ということで、たくさんご応募お待ちしております。はい。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。